どうもゆうやです。というわけで今回はニキビ跡を超絶治す方法をご紹介いたします。でですね、皆さん今の状況を変えたいと思ったら何かを変えないといけないです。これは当たり前ですよね。例えば今までね、そのまんまのスキンケアをやってきてニキビ跡が消えないと治らないっていう状況を続けてるんであれば、今まで通りのスキンケアをしててもダメじゃないですか。でやっぱり根本的に変えていこうってなってくると、やっぱり体質改善をしないといけない。食事、運動、睡眠ですよね。ところがこれを変えるのってなかなか難しいと。で一方、なんとかね変えたいって思う人は多いと思うんですよ。それでも難しくても変えていきたい。でここでご紹介したいのはやっぱりねスキンケアですね。スキンケアの部分で変えることができたらめちゃめちゃ楽じゃないですか。だって今まで使ってるスキンケア用品を変えるだけでいいんだもんっていうところで、今回はですね、実はこちらのキャシーズチョイスっていうところから出てる C-MAX ローションですね、こちらをご説明していきます。この C-MAX ローションはめちゃめちゃクオリティが高いんですよ。なので今回の動画の流れとしましては、まず一つ目ですね、メリットをお伝えします。この C-MAX ローションを使うことによってどんな効果が出るのか、これをお伝えしていきます。で二つ目にデメリットを話していきます。デメリット話すんだみたいな、プロモーションなのにデメリット話すっていうね。でもねこれはね絶対話さないとダメなの。なんでかっていうと、どんな商品でもやっぱりメリットもあればデメリットもあるんですよ。でこのデメリットってね、やっぱり隠されれば隠されるほどやっぱりね信用感がなくなるじゃん、信頼感がなくなるでしょ。なので今回はデメリットもちゃんと話していきます。でそれプラス一番最後にですね、これはもうなんだろう、全ての化粧品を選ぶ上でちょっと頭に入れておいてほしいことを話していきます。特に最後に話す内容は結構大事なことになってますので、多分ねこれから先長い人生を生きていく上で化粧品をチョイスするときに大事な知識になってきますので、ぜひね頭に入れてください。ではまず C-MAX ローションのメリットをご紹介していきます。でですね、今回は数あるメリットの中でも厳選して3つをお伝えします。まず1つ目、ニキビを治す、あるいはニキビをできにくくする。そうこれですね、これはもうタイトルにある通り。2つ目、ニキビ跡のケアですね、美白効果があるっていうところ。そして3つ目、これは毛穴の黒ずみだったり毛穴の開き、これを改善してくれる効果があるっていうことです。これですよ。これってさ、みんなが欲しいものじゃん。特にこの動画を見てる皆さんはめっちゃ欲しいものでしょ。僕もかつてめちゃめちゃ欲しいものだった。それがこの1本にみたいな感じになってるんですよ。そしてこのメリットについて深掘りしていく前に、まずですね、そもそもこの C-MAX ローションとは何ぞやっていう話ですよ。これがわからんと話にならんやん。でこれねめちゃめちゃすごいんですよ。でやっぱりですね、特徴的な成分がありまして、これ何かっていうとビタミン C 誘導体です。そうビタミン C 誘導体、これみんな聞いたことあるよね。よく耳にするし、よく目にしない。例えば、ドラッグストアとか行った時にパッて手に取ったやつがさ、パッて書いてあって、例えばビタミン C 誘導体とか書いてあったりするじゃん。だから皆さんよく聞きなじみがある、見なじみっていうのかな、よく見てるものになると思うんですよね。ところがですね、おそらくですけど、その一般的なこういわゆる薬局とかでね売ってるような一般的なコスメの使われてるビタミン C 誘導体とはまた一味も二味も違うものになってます。どういうことかっていうと、ビタミン C 誘導体ってそれだけ書かれているんですけれども、基本的にですねいろんな種類があるんですよ。でもちろんですね、そのビタミン C 誘導体の種類によってグレードもあったりするんですよね。じゃあその C-MAX ローションに入ってるビタミン C 誘導体は何かっていうと、リン酸アスコルビルマグネシウムです。さあみんな一緒にリン酸アスコルビルマグネシウムですね。これね言えるとめちゃめちゃなんか気持ちいいよ。なんかすごい難しいラップを歌った後みたいな気分になれるから、ぜひやってみてという感じで、まあそういうものが入ってるんですね。でこれですね、実はめちゃめちゃいいんですよ。どういう効果があるかっていうと、肌への浸透性が高い、ビタミン C への変換率が高い、水溶性などで即効性が高いと、まあこんなにねいいことばっかりなんですよね。じゃあその一方ね、一般コスメですね、いわゆる薬局とかで売られてるビタミン C 誘導体って何かっていうと、アスコルビルグルコシドっていうものなんですよ。これもまた噛みそうなね、でも言えたら気持ちよさそうな名前ね。じゃあみんな一緒に言ってみる。あ、まあもういいか、もういいな、別に一緒に言わなくてもいいや。まあこれですね、こういったものが入ってるんですよ。でね、この一般コスメで使われてるアスコルビルグルコシド、これねあんまり良くないんですよ。まあどういう風に良くないかっていうと、そもそもですね、これは基本的に安価で大量生産しやすいものなんですよ。つまりどういうことかっていうと、安く作れるものなんですよね。つまり、グレードが低いんですよ。要は品質が悪いんですね。だからこれですね、実際皮膚学会っていうところがあるんですけれども、そこに対してまあなんかいろんな報告が来たりするんですよ。要はこれを使ったらかなりね改善効果がありましたよみたいなエビデンスみたいなのをこう報告したりするんですけれども、そこで使われてる、アスコルビルグルコシドに関しては皮膚学会でもニキビ改善だったり美白の効果っていうものがほとんどね報告されてないんですよ。つまりあんまり効果がないんですよね。もちろん全然効果がないっていうつもりはないですよ、そんな敵に回すつもりはないけれども、でもまあ気持ち効果あるかなみたいな、効果はあんまり期待できないっていうことなんですね。じゃあ一方 C-MAX ローションに配合されてるビタミン C 誘導体はどうかっていうと、これはですね皮膚学会でもニキビ改善だったり美白などの効果が多数報告されてるんですよ。つまり効果があるんですね。つまり分かりやすく言うと、やっぱりね一般コスメの場合の、ビタミン C 誘導体ですね、これは基本的にはですね、そのやっぱり安くて大量生産されてるから質が低いんですよ。だからそれと同時に効果も低い。これガンダムで例えるんであればザクみたいな感じです。そうザク。じゃあ一方その C-MAX ローションに入ってる、ビタミン C 誘導体は何かっていうと、これはガンダムですよね。モビルスーツです。だからニュータイプっていうことですよ。そうそう、まあガンダム知らん人からしたら何の話しようやろって思うかもしれないけど、まあほとんどの人はね多分ガンダムは知ってると思うんで、まあ分かんなかったらちょっとググってみてください。
い、さらにここからなんですよ。 C-MAX ローションがすごいのはこれね、何がすごいかって配合率です。そうやっぱりですね、そのなんだろう、そのビタミン C 誘導体が入ってる、要は良質なものが入ってるとはいえ、その量が少なかったらさ効かないわけじゃん。うん、でもねこの量聞いたらびっくりする。まず一般コスメの場合ね、あの普通に売ってるやつ、あの普通に安価で大量生産できるものを使ってるにもかかわらず 1% から 2% ぐらいしか配合されてない。じゃあこの C-MAX ローション、めちゃめちゃいいものを使ってる、いいビタミン C 誘導体を使ってるにもかかわらず、これね高濃度 6% も配合されてるんですよ。めちゃめちゃやばくないですか。でこの 6% ってすごくて、どのくらいすごいかっていうと、医薬部外品ってあるじゃん、あのいわゆる、まあこれも医薬部外品だけど、これあのビタミン C タケタね、こういうものもそうですけれども、医薬部外品って要はエビデンスがしっかりしてて、でやっぱり実績がありますよっていう、そういうお墨付きがついたものですよね。まあ厳しい基準をクリアしてるものなんですけれども、そういう医薬部外品ですら、実はビタミン C 誘導体の配合量って 5% 以下なんですよ。うん、つまり医薬部外品よりも高濃度。うん、まあもっと厳密に言うと、医薬部外品は結構ねいろんな縛りがあるんですよ。なのでいろんな縛りがある中で、そのビタミン C 誘導体の配合量はマックスで 5% 以下っていう風に決まってるんですね。だからそれ以上は出せないんですよ。なんですけれども、出しちゃったよっていうのがこれなんですね。これは医薬部外品じゃなくて化粧品なんで、その辺はね限度がないんですよ。でもちろんね、このビタミン C 誘導体ね、濃度が増えれば増えるほど刺激がね高くなるんじゃないのっておっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、これですね大丈夫です。なんでかっていうと、そもそもですねビタミン C 誘導体って、まあめっちゃ配合されてるやつでも10% ぐらいなんですよ。 10% を超えるやつってあんまないんですよね。これなんでかっていうと、これビタミン C 誘導体って 10% を超えていくと肌への作用ってねあんま変わんないっていうことが分かってるんですよ。だからマックスで 10% ぐらいなんですよ。でも 10% ぐらいのやつってめっちゃね刺激強いので、僕実際使ったことあるんですけど、もうやばかったから、敏感肌なんですけど、ほんとねもうやべえみたいな感じになったから、もう学校行けないみたいな感じになっちゃったの。なので基本的にはですね、あんまおすすめできないんですよ、そういうすごい効能だと。でもこれは 6% なんですよ。考えてみてください。医薬部外品マックス 5%、これはなんでだと思います。それはいろんな基準がありますけれども、やっぱりね肌に対してしっかりね、そのなんだろう、肌を保護するような、作用も含めて 5% までであれば全然 OK ですよっていうのが言われてる。でそこの 1% 上っていうことは、まさしくちょうどいいとこなんですよ。こいつが、こいつの濃度はめちゃめちゃちょうどいいので、実際僕使ってみたらやばいっす。これほんといいよ、もうびっくりするぐらい。僕の場合だと敏感肌で、なおかつなんていうんだろう、インナードライなんですね。だから皮脂がめちゃめちゃ出てくるんだけど、皮脂もねしっかり抑制してくれるの、これめちゃめちゃいいもんに出会っちゃったと思って。でちなみにやっぱりですね、肌をきれいにしようと思ったら美容皮膚科とかクリニックだって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、そういったところで処方されるようなものと同じものというか、同じぐらいの、高濃度な、ビタミン C 誘導体を含んでるものになりますので、ぜひねこれは手にしてほしいですね。というわけで、ちょっとテンション上がりすぎたんで一旦落ち着きますね。一旦、うまいですね。ではここから最初にお伝えした3つのメリットを深掘りしていきます。まず1つ目、ニキビを治す、あるいはニキビができにくくなる、これですね。うん、でこれなんで効くかっていうと、ここにも高濃度のビタミン C 誘導体が関係していきます。どういうことかっていうと、これをしっかりね取ることによって、実はですね皮脂の分泌を抑制することができるんですよ。これさっきちょろっと言いましたよね。そう、皮脂の分泌を抑制することができる。で僕らのニキビってそもそもなんでなるかっていうと、これ皮脂と古い老廃物ですね、こういったものが毛穴に詰まります。詰まると結局ですね、中の方でアクネ菌ですね、主にアクネ菌、うん、まあ他にも黄色ブドウ球菌とか表皮ブドウ球菌とかねあるんですけれども、主に、アクネ菌が増殖して炎症化する。そして炎症化して表面化してくると、これがニキビなんです。つまりどういうことかっていうと、皮脂がね、かなりね大きな原因になってるんですよ。で特にですね、ニキビができやすい人って皮脂の分泌が本当過剰です、うん、なのでこれを抑えてあげることが何よりのニキビ対策になるんですよね。なおかつニキビを治す方向に働くんですよっていう時に効くのが、この高濃度のビタミン C 誘導体ということですね。だからかなりですね効果的に治っていきます。でこれ僕ね、あの使っただけで、はっきり言って1日使っただけですよ。あの個人によって考え方は違うと思うし、感じ方は違うと思うんですけど、1日使っただけではっきり言って皮脂が全然出ないなとか思いました、うん、ちなみにこれ今日朝ねつけたんですけれども、皮脂全く出ないの。これだって今撮ってんの今何時、3時ぐらいかな、3時ぐらいだね、うん、なんですけれども、めっちゃね普通この3時ぐらいになってくると僕ベタつくんですよ。それがないんだよ、めちゃめちゃすごくないっていう感じで、結構速効性があって効果を感じやすいと思います。次にニキビ跡のケアおよび美白ですね、これです。でこれね、やっぱりねここでも高濃度ビタミン C 誘導体が効いてくるんですよ。でどういう風に効くかっていうと、やっぱりですねビタミン C ってそもそも高い還元作用があるんですね。で僕らの肌にできる、例えばニキビ跡だったりシミとか、あるいは日焼けとか、そういうものってメラニン色素が影響してて、特に、ニキビ跡ですね、あるいはシミ、こういったものはメラニン色素が集合体でできてるんですよ。だからこの集合体をいかに散らしてあげるかっていうのが大事な話になってくるんですけど、この集合体を高いね強い還元作用によって散らしてくれるの
がこのビタミン C 誘導体なんですよ。でそれが 6% 配合されている。だからかなり効果的なものになりますね。はっきり言ってやっぱり1ヶ月も使えば、まあ、かなりね改善が期待できるんじゃないかなと思います。最後に毛穴の開きや黒ずみの改善ですね。まあもちろんね毛穴は開きません。毛穴は開かないんですけれども、毛穴が目立ってるって状態が毛穴が開いてるっていう状態とイコールなんであれば毛穴は開いてるじゃないですか。なのでこれを抑制してくれるっていう効果と、あとはですね、あの毛穴の黒ずみですね、いわゆるイチゴ花、うん、こういったものを抑制してくれる効果がある。じゃあなんでそういう効果があるかっていうと、これはですね皮脂の分泌を抑制する効果があるからですね。でこの皮脂の分泌を抑制すると毛穴って目立たなくなるんですよ。これ不思議ですよね。でもよく考えれば当たり前のことで、やっぱりですね皮脂がどんどん出てる状態っていうものは毛穴がどんどんこう皮脂がバーって出てくる状態になるでしょ。そうするとやっぱりね目立ってくるんですよ。開かないんですけれども、文字通り目立ってくるんですよね。でも開いてるような印象になるんです。なのでこれを抑制してあげることによって、そこは小さくなっていくようなイメージで、実際毛穴が目立ちにくくなってくるんですね。プラスその黒ずみの改善はなんでそういう風になるかっていうと、これはですね高い抗酸化力があるからです。でこのやっぱりですね黒ずみの原因って角栓なんですけれども、角栓ね、あの皮脂と古い老廃物が混ざり合って角栓、毛穴の詰まりみたいなもんですね。こちらなんですけれども、これって普通の段階だとやや白っぽい透明なんですよね。なんですけれども時間が経って酸化してくると黒くなっていくんですよ。つまりこれ金属の錆みたいなもんです。金属も普通にやってるとさ、まあ普通だけれども、やっぱりずっと放置してたりとかすると、はっきり言ってもう錆だらけになるでしょ、あれみたいな感じですね。なのでこれを、高い抗酸化力の力で分解してあげて毛穴の黒ずみをなくすことができるっていうものなんですよ。でこれもねかなりね高い効果があると思います。実際ね僕もね鼻の毛穴の黒ずみではかなり悩んでたんですけど、これ使ってからははっきり言ってそれがなくなりました。本当にすごいと思う。というわけでここまでメリットを力説してきたんですけれども、ここで初めてですよ、デメリットをお伝えしようと思います。で今回紹介するデメリットは、一見するとデメリットだけど僕はデメリットじゃないと思ってます。なので今回はですね、まずデメリットをご紹介して、なんで僕がデメリットじゃないと思うのかっていう話もしていきます。デメリットの1つ目、効果が高い分刺激もある、これですね、うん、でやっぱりですねこれあの高濃度配合されてます。 6% 配合されてますので、どうしてもやっぱりね刺激が強いかもしれない、うん、やっぱり人によって感じ方は違うんで。ただこれですね、僕デメリットじゃない理由がやっぱりありまして、なんでデメリットじゃないって思うかっていうと、これはですねはっきり言ってどの商品もそうだからです。そう、効果が高いから合わないとか、逆に言うと、効果が低いから刺激は弱いとか、こういったものはですねそんなにねあんまりこう指標にはならんのですよ。結局みんながねいいと思ってて、みんながいいって言ってて全然肌荒れないし肌綺麗になるっていうものを使ったところで自分にとっては全然良くないし荒れるっていうケースもあれば、みんながいやあれは荒れちゃうから絶対やめた方がいいよっていうものを使って自分にとっては全然良かったっていうケースはいっぱいあるからですよね。でここでですねお伝えしたいのが、まず返金保証っていうものがあります。つまり20日間なんですけれども返金保証があるんですよ。これがめっちゃいいんですよ。だってあの20日間ねちょっと試しに使ってみて、もしこれ肌に合わねえなと思ったらやめれんだよ、そして返金してもらえるんだよ。よくない？試さない理由はないよねっていう感じだよね。だって普通に考えてごらん。一般コスメ、例えば薬局に行きました、まあ何でもいいですよ、なんか買いました、化粧品買いました、使ってみました、じゃあ肌にめっちゃ合わないんだけど変えてください、いけます？いけないでしょ、いけないよね、そんなんないじゃん。なんですけれどもこれに関しては返金保証がついてるんですよ。20日間、20日間ね、これすごいよね。だからぜひ試してほしいっていうことなんですよね。僕何回も言ってますけど、何でもそうですけど、まず大事なのは自分に合うものを見つけることが大事、そのために行動することが大事なんですね。でその行動をするときに一番行動しやすいのは一般コスメ、要は化粧品、あの薬局とかですよね、になるんですけれども、そういうところで試したところでそれ返金できるわけじゃないんですよ。だからこれ試すのはいいんだけれども、全然合わないものとか効果が出ないものばっか買ってたら余計に費用かさむじゃんっていう話です。でこれに関しては基本的に試す分にはタダっていう話ですからね、要するに、うん、だから20日間返金保証っていう部分をうまく使ってね、そして試してみてほしいっていうのが正直な本音です。デメリットの2つ目、価格がそこそこ高い、うん、それですね、うん、これは確かにちょっとしたデメリットかもしれない。なんでかっていうと、これね8000円するんですよ。8000円、めっちゃ高くない？ 8000 円は高いよね、うん、まあ僕はなんだろう、いろんな化粧品使ってきて、まあ使うこと自体に対してねあんまりこうなんだろう抵抗がないから8000円って言われても別に出すんだけれども、やっぱりねこうなんていうのかな、抵抗がある人にしてはさ、やっぱり抵抗あるわけじゃん。でもこれもデメリットじゃないと考えます。なんでかっていうと、これもねキャシーズチョイスさん本当考えてくれてて、実はこれ今ね 77% オフで買えるんですよ。つまり1800円です。安くねみたいな感じになってるんですよね。この動画の説明欄に置いてあるリンクを踏んでもらえればわかると思うんですけれども、そういう風なキャンペーンが今組まれてるんですよ。でもちろんですね、その1回目はもちろんね 77% オフなんですけれども、これ何回も続けてたらさ赤字じゃん赤字になっちゃうから、2回目3回目までは今度
21% オフとかそういう感じになってるんですよ。でこのキャンペーンを適用できる人が3回目までのお受け取りまでが約束できる方になってるんで、3回目までは使わないといけないんですけれども、基本的にはですね、これもねデメリットじゃないと思ってます。なんでかっていうと、さっき言ったように20日間の返金保証があるから。これってめちゃめちゃ強くて、やっぱりですね20日間っていうと、そんだけ使うとさ、約3週間ぐらいは使えるわけじゃん。そんだけ使うと自分の肌に対して合ってるのかっていうことは分かるし、効果が出てきてるのかっていうことも分かるんですよね。なのでそれで、しっかりねやってもらった上、しっかり試してもらった上で、その結果を見て判断してもらいたいっていうことですよね。変なコスメとかにずっとね合わないコスメとか使い続けて、効果が出ないコスメを買い続けるんであれば、はっきり言って一回ちょっと試してみて、あったらこれを使い続けた方が賢いです。そしてこの C-MAX ローションはイオン導入とかも効果的で、4回目以降になってくると、4回目と一緒に今度ですね、これが送られてくるんですよ。イオン導入器ですね、これを使って要は肌をきれいにできるっていうことなんですよ。より浸透させることができる、これすごいですよね。うん、一応ねこれ使おうかなと思ったんですけれども、実は僕これ同じやつを前使ったことあるんですよ。なのでまあすごく良かったっていうのは覚えてるっていうところと、これねこの状態のままお伝えした方が分かりやすいじゃん、うん、なのであえてこの状態のままにしておきます。でさらにこれね使い続けることによって、どんどんねパーセンテージも下がっていって、最終的には4800円とかで買えるようになるんですよ。それでずっと買えるみたいな。なのでまあ定期的に使うっていう、そういうね気持ちがある方はぜひね、続けて使った方がお得になるものになってきます。で4800円って聞いても、いやちょっと高いかなって思う人にちょっと一言言いたいことがあります。言いたいことがありますって言った、ちょっと噛んだけど、言いたいことがあります。これ何かっていうと、これがね一番最後にお伝えしたい大事なことなんですけれども、結局ですねやっぱり安い化粧品には怖いわけがあります。うん、最後に怖がらせるんだけど、やっぱりね安い化粧品ははっきり言って効果がないか、もしくは肌荒れします。これなんでかっていうと、やっぱりですねその原料ってあるじゃん、その化粧品を作る原料ね、この原料ってやっぱりグレードが低いものほどやっぱり安いんですよ。安価で大量生産できるって言ったじゃないですかさっき。うん、それみたいな感じで、やっぱりグレードが低い方が安いと。でこのグレードが低いものってじゃあどんなものかっていうと、不純物が多いんですよ。で不純物が多いっていうことは肌荒れしやすくなってくるんですよね。でやっぱりねこういったもので比べると分かりにくいんですけど、例えばねワセリン、皆さん知ってますよねワセリン、こういったもの、このワセリンにもグレードがあるって知ってました？うん、グレードがあるんですよ。どういう風にグレードがあるかっていうと、黄色ワセリン、白色ワセリン、プロペト、そしてサンホワイトですね。こういった感じで実はワセリンにも種類があると。で、この種類何かっていうと、要は純度が低いものから高いものに、向かってのラインナップになってるんですよ。なので、不純物が少ない。まあ、ワセリンって皆さん知っての通り、ほぼ油分です。油分なんですけれども、その不純物の多さによって違うっていうことですよね。で、この不純物が少ない方がやっぱりですね、高くなっていくんですよ。で、これね、ワセリンとかって皆さん聞いたことあると思いますけど、肌につけた時にねよく油焼けしちゃうっていうじゃないですか。その油に反応して日焼けをね、より重度の日焼けをしちゃうっていうやつね、あれもやっぱり純度が低いワセリンだと起こるんですよ。うん、つまり黄色ワセリンとかだと起こっちゃうんですよね。でこの白色ワセリンとかになってくると比較的ね良かったりはするんですけれども、やっぱりですねそんな感じで純度が低いとやっぱりね肌に対しても悪い効果っていうものを与えてしまうものが多いです。じゃあねその化粧品の適正価格ってどのくらいかっていうと、だいたい1000円から8000円ぐらいの間です。このぐらいですね。このぐらいの間だとやっぱりですね1000円と例えば8000円と比べると、明らかに8000円の方が高品質っていうことが分かってます。で面白いのはこの8000円を過ぎる、要は8000円を過ぎて1万円とか、高いやつだと2万円とかあるじゃないですか。ああいうものになってくると、じゃあどのぐらい違うのっていうと、ここから先はあんまり変わらないんですよ、品質的には。じゃあここから先なんで変わるかっていうと、ブランドだったり、あとは広告費とか、こういったもので価格が変わってくる。だからいわゆるこうハイブランドとかが出すような化粧品って高いじゃん、香水とか、ああいうイメージです。つまり何が言いたいかっていうと、この C-MAX ローションに関しては8000円でしょ、めちゃめちゃいい価格帯っていうことです。つまり高品質の部類の中のトップオブザトップみたいな感じなんですよ。この考え方はこれから先長い人生でね化粧品いろいろ選ぶと思うんですけれども、それを選ぶ上でもしっかりとね頭に入れておいてほしい。安いやつはやっぱりねそれなりです。もちろんね効果が出ないとは言わないよ、出ないとは言わないけど、少なくとも期待はできないです。なのでこれは気をつけてね、うん、安ければいいっていうもんじゃない、もちろん高ければいいっていうもんじゃないよ、うん、高すぎてもダメっていう話が今の話で、要は適正価格は大体1000円から8000円ぐらいなんで、その間でなるべく高品質のものを見つけてあげましょうっていう話でした。だからそういった意味では返金保証もついてる上に、その高品質のトップのレベルのねものを体験できるっていうキャンペーンはなかなかないと思いますので、ぜひね気になった方はこの下の説明欄からリンク踏んで一回ね試してみてください。一番最初にお伝えした通り、現状を変えたいと思ったら何かを変えないといけない。試すか試さないかは君の自由だ。